どうも皆様こんにちは、ケージチャンネルです。ということでですね、今日の動画は名作ゲーム百物語タイプ C でね、最後にということで、以前まではですね、クソゲー百物語という名前でですね、ゲームを紹介していたんですけれども、ちょっとリニューアルさせていただきまして、名作もしくは名作をですね、紹介させていただくという形に、変更させていただいております。さあ、というわけでですね、リニューアル後の紹介ゲーム第一発目はこちらだ。はい、ドラゴンボール Z スーパーブドウ伝、よいしょーと、まあ、ちょっと全然関係ない話なんですけどね、これ僕ね、合成を今、まあ、してるんですけれども、普通グリーンバックって言ったら緑色のなんかこう布みたいなのがね、背景に、動画撮るんですけれど、僕はちょっと、お金がないんで、レジャーシートを後ろに引いてます。まあ、これ工夫ですよ、工夫これ。こちらはですね、ドラゴンボール Z スーパーブドウ伝はですね、1994年に発売されたスーパーファミコン用のソフトなんですね。このゲームがまたね、罪深いゲームなんですわ、これほんまに。ね、マジで。まあ、どういう風に罪深いのかっていうのはちょっと今順を追ってね、説明していきたいと思うんですよ。まずですね、このゲームが発表された第一報っていうのはですね、僕の記憶ではね、確かね、週刊少年ジャンプだったと思うんですよ。こんなファミコンゲーム、スーパーファミコンのゲームが出るよっていうので、ジャンプのね、1ページ目、2ページ目のカラーのところにパーンって出てたんですよ。それを見た時の衝撃ったら、なかったよね。うわ、こんな面白そうなゲーム出んのかよっていうね。何が衝撃だったのかっていう話なんですけれども、ちょうどね、その当時っていうのはですね、ストリートファイター2に端を発した、格ゲーブームの黎明期だったわけなんですよね。で、格闘ゲームに僕たちはその時にどんなことを求めてたかっていうと、リアルなんですよ。リアリティを求めてました。で、このリアルっていうのは現実世界に対してリアルとかではなくて、アニメ、漫画、映画みたいなものに対してリアルを求めていました。だからドラゴンボールであれば、もっとアニメのドラゴンボールみたいな、もうド派手なドカバキやってくれるようなバトルをゲームでやりたいっていう、そういう思いがあったんですよね。それこそ確かバーチャファイターだったかな、あれなんかは映画推薦ね、ああいうバトルをゲームでできないかななんていう思いのもと作られてると思うんですけどもね。まあまあまあ関係ない話なんでちょっと置いといて、で、このゲームはですね、もう今までの格闘ゲームにはない、そのドラゴンボールらしい要素があるんですよね。それは空と地上を分けた戦いができたりとか、敵との距離が離れすぎてしまえば画面を二分割して、その表現してみたりとか、あとは、カメハメハーとか、そういうド派手な必殺技がですね、ドゥボーンと打てるんですよ。ドゥボーンとね。で、これを見たとき最初、ジャンプ見て興奮しまくったよね。こんな格闘ゲームがとうとう出るようになったぜと。まあ、それこそ今でこそさ、ドラゴンボールゼノバースとかさ、ああいうゲームあって、もうあんなもんはもう、めちゃすごいことなんですよ。もうあんなの完全にさ、アニメのそのまんまじゃないですか。ねえ。いや、まあ、いろいろおかしいところはあるけれども、いろいろおかしいところはあるけれども、でも、あんなのはもうね、当時から考えたらね、ものすごいことだと思うんですよね、今出てるようなのはね。で、このスーパーブドウ伝は、まあ当時の僕たちにとっては、よりそのアニメに近いバトルが楽しめるんじゃないかっていうで、期待に胸を膨らませてしまったわけなんですよね。そもそもね、ドラゴンボールのね、こういったその格闘ゲーム自体がね、初めてだったんだよね。それまではなんかロールプレイングみたいなのとかっていうのはあったりしたんだけどもね。で、おそらくなんですけれどね、まあ僕も含めて、このゲームに対してすごい大きな期待に胸を膨らませてた、股間も膨らませてた少年たちは、おそらく100万人はいたと思います。これなんで100万人かっていうと、なんか噂では、なんかこのゲーム予約だけで100万本売れてるっていう話なんですよ。これあくまでも噂ですけれども、あくまでも噂。まあ噂話なんで、出どころよくわかんない噂なんであれなんですけど、まあそれもそのはずなんですよ。このゲームね、テレビコマーシャルとかもやってね、もう本当に宣伝自体も大々的にやってたんですけど、このコマーシャルがまずかった。ね、もうバトルの画面がいざ動いた状態で見れるのっていうのが、やっぱりそのコマーシャルだったわけですよ。で、そのコマーシャルに映し出されたそのバトル。
超スピーディーな戦闘なんですよ。ドカバキンバコーンみたいな、あーこれ見て、これはもう俺らが求めてたやつやって誰もが思った。めっちゃ面白そう思ってね。そんなね、100万人の少年たちがですね、まあ CM を見てですね、まあゲームを、ね、買ったわけなんですよ。で僕もね、発売日の朝走って買いに行きましたよ。うわーって家から4キロぐらい離れたゲーム屋さんにうわー走って買いに行って、往復8キロだようわー帰ってきて、ゲーム屋さんって開けたら、家帰ってきたら、うちの親父がテレビ見てたんでしばらくゲームできなかったっていうそんなこんなで、まあすごい待ちに待った楽しみのこのゲームをね、いざねプレイするんですけどね、世の中そんなに甘くなかったんですよ。ディクシディクシディクシ。で実際にゲームをプレイしてみると、 CM とは全然違って、なんて言うんでしょう、スピードがもう全部遅いんすよ。遅いそれこそね、まあ、今でこそある言葉なんですけど、もっさりっていう言葉がめちゃ合ってますね。もうジャンプとかしてもなんかね、ふわーってなんか浮いてく感じなんですよ。ちょっと一応ここに映しとこうかな、これ。ふわーってなんかこれ、全然爽快感がないんですよね。あれ CM おそらくね、1.5 倍ぐらいの速度で映像流してたんちゃうかなって思うんですけどね。まあそれでも、ね、当時大好きだったドラゴンボールのキャラが動かせるっていうんで、めちゃくちゃ遊びましたよ。なんだかんだ言いつつね。でもね、これやればやるほどね、このゲーム大丈夫かよって、なってくるんですよ。その一番の原因が、キャラのバランスなんですよ。セル。まあね、もちろんラスボスですから、まあ、強くて当たり前なんですけど、こいつの技でね、パーフェクトアタックっていうのがあるんですよ。まあ通称 P アタックって言うんですよね。これがね、上段、下段、中段が一気に攻めてくるみたいなね、むちゃくちゃな技なんですよね。もうガードしきれない。いや、まあ仮にガードしきったとしてもね、なんだろう、ガードしてても、もう HP のゲージもりもり減っていくんですよね。ガードの意味がないっていうね、鬼畜な技があるんですよね。これをね、友達との対戦でセル使ってこのパーフェクトアタックばっかりやってるとね、喧嘩になる確実に。罪深いわー、これね。画面端に追いやられてパーフェクトアタック連発されたらほんと何もできないでね、ゲーム終わっちゃうからね。とんでもないバランスブレイカーですよ。あとね、主人公の悟空、こいつもね、ちょっとやばい技あって、こうメテオスマッシュっていう技があるんですよね。こう、上に、これがね、これがドラゴンボールらしい技でね、こんなの使えるって最初興奮しちゃうんですけどね、これがとんでもない技なんですよ。これね、投げ技みたいな感じでね、敵の近くでコマンド入力したらね、もう問答無用に吸い込んでね、これなんすわ。だからね、敵の近くでコマンドばっかり入力してたら、もう、はめ殺せちゃうっていうね。これもバランスブレイカー。これもね、友達とのね、対戦で使うと喧嘩になるっていう。これ罪深いわー。まあ、ゲームの中で、まあ、セルと悟空だけがちょっと強力な技があってめちゃ強いっていうのは、ある意味、原作に忠実でもあるっちゃあるんですけれどもね。いや、罪深いわー。あとね、さっき言ってた、そのカメハメハとかが使えるっていう話なんですけどね、カメハメハとか、ね、ベジータのギャリック砲とかね。これはね、デモ必殺技っていう位置づけがあって、まあ、コマンド入力するとね、画面がね、止まってね、それを必殺技を打つ画面に切り替わるんですけれどもね、これね、打ったら打ったでね、相手に跳ね返されて自分がダメージを食らっちゃう恐れがあるんですよね。で、ゲームに慣れていくと、まあ、ほぼ間違いなく跳ね返されるんで、打つタイミングがないんですよ。せっかくカメハメハとかが打てるっていうのに。これね、これ全くの死に技ですよね。罪深いわ。でもね、カメハメハ打ちたいからやっぱり打つわけじゃないですかね。対戦で。ね。まあ、コンピューター相手でもいいですよ。跳ね返してくるんですよ、これがね。何のために大技があるんだっていう話なんですよ、本当にね。まあ、でもね、このゲーム全体的に、必殺技とかコマンド入力が結構シビアというか難しいので、ほんと慣れるまではね、全然ね、そう簡単には跳ね返せないんですよね、カメハメハは。まあ、そんなところもね、罪深いなーってちょっと思っちゃいますよね。まあ、そういうのも含めた上で、結局、俺は相当遊んだよ。相当遊んだ。まあ、神ゲー。まあ、名作。名作じゃなくて名作かなー、これはね。うん。
さあ、こんな感じでね、スーパー武道伝、ドラゴンボール Z スーパー武道伝、いかがでしたでしょうかね。あ、まあ、有名なゲームなんで知ってる方もね、多いんじゃないかなと思いますけどね。当時、リアルタイムで体験してた僕にとっては、かなり衝撃的なゲームの一本でした。で、11月の、何日だっけ、2日かな、ドラゴンボールゼノバース2が発売されるっていうことでね、このゲームと見比べても、とんでもないやっぱり出来に仕上がってるわけですから、まあ、ちょっと楽しみですよね。ゲームの進化っていうのが、まあ、ここ10年、20年ですごいなぁ、なんていうのをね、ものすごく感じさせてくれるゲームの紹介動画でしたということで、皆さんご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったらぜひ、グッド、つまんねえよ、バカ野郎って言ったら、バッと押してってください。ウィッシュ。じゃあねー。